おはようございます。おはよう。お疲れ様です。言い訳させてもらっていいですか？あのね、めちゃくちゃ腹が痛いんだよ。わかります？で、代弁行こうかなと思ったんだけど、炎上ニュース間に合わないなと思って今我慢してます。めちゃくちゃ腹が痛い。やばい、最近深夜に飯食うことが多くて、その朝の4時とか5時ぐらいに、その影響なのかお腹がめっぽう弱くなった。ストレスで腹が痛いです。おはようございます。下痢？かもしれない。今は大丈夫、抑えてるけどね。まあ飯食ってる方すいません、あの汚い話してごめんなさい、申し訳ないです。ストレスですね、多分、いろんなことがありすぎて腹が痛いです。忖度してないって言ってんじゃん、しつこいな。忖度してません。はい、ワンライブ終了。ワンライブはこれを機にね、さらに強くなりますよ。俺はそう信じてます。ワンライブを潰したい方がたくさんいると思います。ですがこんなことでは潰れません、そうでしょ。ただ今日の本タイトルとかもいろいろあると思うんですけど、気になることいっぱいあります。はい、体調大丈夫？ちょっと早めに放送終わるかもしれない、腹痛くてピピーピー言ってるもん。パルちゃん叩いてた配信者がいた？なんで叩かれるの俺が？俺なんかした？炎上ニュースでゼロのことを擁護してるから。別にさ、そんなのどうでもいいじゃん。誰が叩いてるか知らんけど。はい。だからちょっといろいろあると思いますけど、やっていきます。おはようございます。このふわっ、おはようございます。ふわっちニュースキャスターのほんほりです。この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です。昨日何あったのかな、昨日何が起きたの、それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントやめてください。古いです、昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報、間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので、ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。でまず気になることが、まあ地投げって何ですか、把握しておりません。その地投げっていうのは何、この地投げって、地投げしてないって、勘弁してよ。
地投げってコメントが多いよね。地投げじゃなく自腹だけど。後でもらってないけど俺、全然。あの言ってるけど、もらったって言ってるけど、俺投げた後にね、俺借金してるから言っておくけど、わかる？あのね、30万円分投げたよ、そりゃ。でもその後にもう金がなかったから、ゼロワンさんにお金貸してくださいって言ったよ。でもちゃんとそこの部分は、金の部分に関しては俺自腹で払ってるから、嘘じゃないって、マジで借りてる、返してないよ。だから地投げはしてないって、マジで。借用書、いやもうゼロワンに金額いくらかっていうのを提出してるよ。借金いくらかっていうのは、だからそんなもん証拠になってるじゃないんで。いやいや、だからアイテムを30万円分投げたでしょ。その後にまあ税金が払えなくなったんだよ。だからゼロワンさんにちょっと前投げたからちょっと払えなくなっちゃったから貸してくださいっつって借りて、それで払ったのは認めます。はい、あと先考えずに投げちゃったっていうのは本当です。LINE 見せろよ。なんで LINE 見せなきゃいけないんだよ。なんなん一体地投げってね。ゼラワン一つで問題起きてね、何が問題なの。地投げしてないって、マジで自分の金で払ってるよ。その後にゼロワンに投げてもらったけど、それを、お金で返してもらったっていうんだったら、それはもう人の解釈じゃない、人の解釈。違う？そのもうその後にゼロワンにね、100万円分ぐらい投げてもらったけど。ああ、ファンタスティックありがとう。ワンライブ頑張れ、ありがとうございます。事実だろ。だから本当に自腹は自腹だよ、言っておくけど、マジでその後に金をもらってない、金借りてる。そこはもう俺もう嘘も何もないから、マジで地投げじゃないから、借りてるからね。あ、メッセージ花火ありがとう。税金用の金借りたもん。デブありがとう。いや、ほんとほんと、これはマジ。金貸してっつって借りたよ。だから地投げじゃないでしょ。マジで自腹で30万払って、その他にお金借りた。そこに地投げ発生するの。もらってるのはわかるけど、地投げじゃなくね、普通に考えて。違う？違うよね。もらってたらわかるけどね。借りてるんだよ。マネーロンダリングって犯罪者の金を、それを洗浄したりとか、そういう話でしょ？バカは喋るなよ、知識ないんだから。マネロンの使い方間違ってるから。アホか、これ。マネロン。これバカが使ってるが多いよね、マネロン、マネロンって言ってるやつは。頭悪すぎでしょ。マネーロンダリングは、汚い金を洗浄して、それを使える金をすることをマネーロンダリングって言うんだよ。わかる？
ふわっちからもらったポイントは汚い金じゃないだろ。それをマネーロンダリングとか言ってるやつは、ちょっと調べてきた方がいいよ。頭悪すぎでしょ。俺、ネットフリックスで、なんかマネーロンダリングのドラマ見たんだよ。資金洗浄を、視点に置いたドラマ。なんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど。なんか、家族ぐるみでやるやつ。なんだっけな。あ、オーザックへようこそ。それ、それです。それ見たんだから。もう勉強もバッチシだよ。ええ。ってことですね。養分が言ってることは嘘なの？何が嘘なの？何の話してんの？ってことですね。じゃあもう、なんだよ、皆さんそこが気になるようなんでね。まあ、ちょっと、じゃ本筋いきますか。ふわっち、大炎上、ニュースです！よろしくお願いします！で、養分に電話しろが多いから、養分に電話するわ。お望み通りね。あ、養分お疲れ。お疲れ様。なんか、パッと朝起きてね、よし、炎上ニュースやるかっつって猫みたいに背伸びしてつけたら、なんかマネーロンダリングで叩かれててさ、で、養分が言ってたって言ってて、何の話だと思ってさ、養分なんかわかるこれ。ああ、だから、うん、ワンライブさんの社長さんがですね、裏で悪事をたくさんしてたんですよ。はいはい。ね。うん。それで今回、うん、いろんなものが流出しましてね、私にソースがいっぱい届いてるんですよ。はい。で、そこにね、ワンライブさんの社員さんとかもね、結構関わってたんですよね、うん、はい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 。で、それでゼロワンさんがね、とんでもない金額の地投げをしていると、ご存知ですか？そう、地投げっていうのは何の、はい、フワッチのことなのか TikTok のことなのか。いや、フワッチも TikTok もですね。あ、それは本当知らない。はい。で、その中で、うん、じゃあパルちゃんも地投げなのかという話になって。ああ、なるほどね。そう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 。俺ね、で、私、うん、聞きました。ゼロワンに？いいえ、他の方に。他の方に？で、理由を聞いたんですよ。うん。これ言っていいんですか？え、それは配信で言ってないってこと？あ、言ってないです。じゃあ言わない方がいいんじゃない。で、それを聞いた時に、あー、道理でねって俺はただ思っただけで。それは、じゃあ誰に聞いたの？そこ気になるよね。それを言っていいんじゃない。フィアンセ。あー、うさこちゃんね。はい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 。で、それで確信に入ったってこと？え、確信に入ったってこと？確信に入ったっていうか、ええ、道理でねと思っただけです。ああ、なるほどね。ちなみに、はい、俺は地投げしてないからね。まあ、地投げだとは思ってません。あ、本当？はい。あ、よかった。養分は、じゃあ俺は地投げだと思ってないってことね。わかりました。あ、じゃあ、件は地投げじゃないと分かってくれる？あ、それはわかりました。ほら、ほら！そっちの意味で、あ、なるほどねって思いました。俺はリスさん、謝れよ、お前！でも、あ、ごめん、ウィーピー泣いちゃった、ごめんなさい。はい。じゃあ、あとは、養分は、まあ、ゼロワンさんのこと話題にしてるじゃん。はい。とも、今後、詰めていくの？いや、別に詰めないです。うん、炎上ニュースと一緒です。昨日、何があったのかな、はいはい、何があったんだろう。その情報をみんなと共有する、はい。なるほど。
はい、了解です、分かりました。それはもう仕方ないことなんで、はい、だって、はい、起きたことなんでね、そこは、はい、分かりました。そうなんです、はい。じゃあ養分さん、あと大変そうですけど、ワンライブさん、まああの今回出たのが1割って言ってましたよ。じゃあ本気出したらやばいってこと？しかも全部あの画像も動画もあるみたいです。それやばいじゃん。はい、ね、数々の配信者に飛び火が行くかもね、うん、って言ってました。はい、俺ですら教えてもらえなかったです。あ、ちなみに裏で繋がってんだよ、うさこちゃんとは。あの情報提供はしていただきましたね。じゃあこのを見て思った通りのことを言ってください、うん、なるほど、はい、了解です、了解です。じゃあ陽文さんはとりあえず俺に対して地投げとか言ってないってことでいいのか、はい、で地投げって認識はしてないってことでいいですか？そう、まあ、地投げではないのかな、どうなんだろう。はい、わかりました。陽文さんありがとうございます。はい、またあのまあいろいろあると思いますか、ワンライブに入ってねください。はい、無限の体へ、さあ行くぞ、笑ってこらえてやれんの、ガッテー謝れよお前ら、おい地投げって 出てこいよ、メイキさんで言ったんぞマジで、地投げしてないって言ったよな、おい誰が地投げって言ったの、おい、謝ることから始めようか。だから言ったじゃん、再三俺は地投げしてないって。あ、メタル社長いるじゃん、地投げ。なんか後でね、養分の言ってた話をね、ねじ曲げて養分が地投げしてるっていうコメントが流れたんですよ、俺に対してね。パルちゃん地投げしてると養分が言ってた。養分に今電話して地投げ俺してたのって言ったら、してないよっていう返答返ってきたんですよね。だから地投げじゃなかったという話ですよ。はい、だからその地投げって言ってるやつは大いにあの印象操作でね、俺を痛めつけてるというか、ひどいことを言ってると。だからそれ地投げじゃないよって話です。地投げの件に関してはマジ地投げしてないんだよね。中村くんが地投げ地投げ言ってた？中村くんが地投げ言ってたの？うん。中村くんが言ってた次。中村くん電話しますじゃん。山田も言ってた？出ないわ。まあ、とりあえずマジ地投げしてません、いいですか。しかも仮にだよ、地投げをしていたとして、まあ、ゼロワンさんがね、地投げをしてるっていうことになっていたとして、そこに俺が何ら問題があるの、それ。俺は別に自分を地投げしてないんだから。どうでもくな？そこを俺を詰めてるやつは。仮にね、ゼロワンのために思って地投げしていたとしても、なんで俺が叩かれるんだよ。そうだろ。地投げはしてないけどね。香川が忖度豚っつってた？だから炎上ニュースを脅かしたいんだよ、これ。奪ってやりたいというか、そういう感じじゃないの。ゼロワンは地投げ、ん？香川に電話しろ。
で香川さんはね電話しないでしょ、ね、かあの香川さんはだってさ弁が立つんだからねえ返り討ち食らっちゃうんじゃない普通に負けちゃうよね言葉ではもう俺言葉に関しては香川さんに右に出る者はいないと思ってるから尊敬してるもう人だからさ負けるでしょ電話しろよじゃあ香川さんに電話するよ電話芸しかやってないじゃんちょっとあの炎上ニュース普通にやっていいですかもうゼロワンのことでね炎上ニュースがままならないですもうすごくてあ香川さんお疲れ様です今あの地面紙見てるからねあ俺昨日地面紙全部見ましたよ最後なんとですね綾野剛があ切られた勝ったあれしゃべあれ勝ったぜ、うん、どう切ったで香川さんが俺も昨日ちょうど地面紙見てたんだよもう古から全部見た勝ったね。もういいでしょ、香川さん。いいネタ作ってくれたんだから。でも香川さんが連絡来たら、出るよ。ありがとう、プラさん。ウルトラドンチキ。じゃ、とりあえず、本筋入っていい。その後にちょっとゼロワンの話を精査するから。いいですか。うん。で、皆さん、ま、いろいろとね、話題になっていますが、ワンライブ。でも、ワンライブはそんなことでは負けません。それ跳ねのけて頑張っていくんで、ナイスボタンお願いしますねえ、ゼロワンさんも投票頑張っているんで、僕もね、ナイス頑張りたいです皆さん、ナイス押してってくださいお願いしますじゃあまず早速、ふわっち大炎上ニュース一つ目のニュースは、ツイキャスに対して大激怒栗田重隆なんとですねニコ生 VS ツイキャスで訴訟問題になるかもしれません昨日こんなことが話題になりました訴訟ね訴訟何の話かっていうと、これですね。栗手重隆、ニコ生のトップの方ですね。ニコニコが特許を要する配信に流れるコメント、表示機能をツイキャスが実装したことについてご連絡いただいておりませんとニコ生が利用できない間ユーザーがお世話になっており事前にご相談いただければと残念に思いますなおサービス再開まで法的アクションを取るつもりはありませんということらしいです、はい、なんかねコメントが流れるその配信に流れるやつはなんかニコニコでは特許取ってるらしいよだから栗田重隆さんは、このツイキャスのやってる行為がちょっと特許侵害だっていうふうに、まあ、匂わせの訴えをしているとはいで一応ニコニコの方でコメントが流れるやつがあるんですが一応こんな風にね書いていたそうですねコメントが流れる仕様にする場合、返信されたコメントを画面にランダムに流しますと。録画は表示されません。皆様が安心してご利用いただけるよう、他社の特許を、等を調査の上で実装しております。って書いてる。なので、別に特許侵害では何でもないんだよ、栗田重隆って。っていう風に、話題になっていたんですが、さらにそれに対して反応しました。栗
呉田重隆はさんはポスト後に LINE の文章が追記されているのを確認しました。引用元のポストをする前に先方の、機能の内容は法務部でチェック済み、特許侵害の可能性が高いという判断を得ていますということでね、やはり特許を侵害してるってことらしいです。なのでもしかするとツイキャス VS ニコ生の、ね、訴訟問題が起きるかもしれないっていうことで大いにネットで盛り上がりました。はい、訴訟ね。これはさ、どっちが悪いの？ニコ生なのツイキャスなの？なんかね、認識としてはコメントが流れるその部分に関してが悪いとかじゃなくて、なんかね、別の意味の特許の部分らしいっていう風にリスナーさんがなんか言ってたりとかするんだよね。結局は何がダメなんだろうね。ダメなのか？悪いのはワンライブだろ。関係ないんでね、ワンライブは。ここに挟み込んでくるなよ、どこでも何でも。どこで挟み込んでるんだよ。まあそういうことです。無敵はなんで切れてるの？え、無敵切れてるの今。あ、いるじゃん、超無敵。ここじゃあどうしたの無敵。うん、あ、しかもなんか、え、こ本物じゃん。なんで切れてんの無敵。無敵切れてんのこれ。いや、わかんない。無敵とは関わりあったかな？とか、LINE 知ってる気がする。え？無敵どうしたの？急に。めっちゃ切れてるって来てるけど。あ、無敵は LINE ないわ。弦が出てくるわ。出てこないっすね。とりあえずさ、まあ特許侵害とかまさかそういうことになると思わなかったからね。まあでもツイキャスにいやらしさは見えるよね。ニコニコのね、配信者を奪ってやろうという魂胆が見えるというか、ニコニコに合わせたコメントが流れるね、その期間限定を開放したりとかするのはちょっといやらしさがあるかもしれない。だからもうツイキャスは完全にニコニコに喧嘩売ってるって感じだよね。ふわっちゅうえんさんもやりましょうよ。ここに一枚噛みましょう。三つどもえで問題を犯してやりましょうよ。ここもね、ふわっちさん、特許侵害じゃないよってことでコメント流れる機能使いましょう。僕はそれで話題になったら元が取れると思いますよ。たとえ負けたとしても裁判で、ツイキャスとね、ニコニコの戦いにふわっちも参入した方がいいと思う。ダメか？うん。そうやって誘導するのも悪い？いや、だって俺はさ、このコメントが流れるっていうのが、ダメだと思ってないけどね。ダメなのかな？じゃあ次のニュースいきます。アムチンやってるよね。個人でやることはいいってこと？企業さんがやるってことはダメってこと？難しいね。じゃあ次のニュースが、なんとですね、あとね、なんかね、クリショ、あのニコネモの話にまたなっちゃうんですけど、配信できなかった期間、ちゃんとお金が振り込まれたようです。その配信やっていた方から、ね、連絡いただきました。名前は伏せますけれど。クリショがちゃんと入ったことがね、昨日報告されました。詳しい内訳はこんな感じらしいです。パルさん、お久しぶりですと。本日ドワンゴから先月分のクリエイター推奨プログラムといういわゆるクリ賞が入金がありました。活動はニコニコで一切、なかったのですが、有給みたいな感じで無償でいただいたと。
喧嘩はそれぞれだと思いますが、今まで稼いでいた金額相当が振り込まれましたと。本当にありがたいですと。具体的に言うと、アイテム、コメント数も1万個目で3000ぐらい、広告などの料金が計算されているということらしいです。ニコ生はちょっと、ね、特殊な、なんかね、お金の振り込み方、稼ぎ方があって、クリエイター推奨プログラムっていうものに入れたら、まあ、コメントで稼げちゃうっていう不思議なね、やつがあるんだよ。それでちゃんと、仕事してなかった、まあ、配信できなかった期間、お金振り込まれたらしいです。だからこういうとこはちゃんとしてて偉いよね、ニコ生さん。なんか、有給扱いだし、ふわっちなんでそんなないからね、ねえ、すごいよね。ゼロワンとワンライブの件はこれこれより警察弁護士？ワンライブは大丈夫、生きてます。安心してください。消え去ることないです。企業体力の違いがもろに出ている。ね。キャスに流れた生主を取り戻せるかね。いやー、多分ね、リスナーさんを取り戻せるかの話だよね。ニコ生の考えは、配信者が戻ってきたリスナーもね、戻ってくるって考えだと思うけど、これ配信者が戻ってきても、リスナーは多少は戻るかもしれないけど、やはり個人情報の流出に関しては、ね、そこら辺は怖いなっていう人いると思う。また同じこと起きないかなって。なりかねないからね。そこら辺がちょっとわかんないよね。はい。まあ、とりあえず、まあ皆さんね、8月の5日にニコ生が復活するらしいんでね。まあ、当ご期待で。ふわっちの株も暴落してる？じゃん。何もないんだから。不祥事が。あれか？ワンライブが、ワンライブの社長が、なんかしてしまったから暴落してるの？アンライバーそんな影響ないよ。ふわっちが株暴落は。でしょ？関係ないです。じゃあ次のニュースいきます。はい。次がね、マサヤンがクビになったことを夜ね、愚痴っていたということで。まあ今は悲しい気持ちになっているそうです。昨日枠見てたら、マサヤンが、まあ、ワンライブクビになりました。内容としては、タバコを吸っていたこと。その影響で、まあ、バンになってしまって、もう、俺迷惑かけるから、抜けるわ、っつったら、もうやめていいよっていうに言われて、ね、クビになっちゃったそうですけれど。はい。言ってないよ、マサヤンは。ただ、愚痴ってたね。昨日ちょっとチラッと見たけれど。で、LINE の方も公開してました。どういう風にクビになったのか。こんな感じらしいです。人の枠やタバコを吸ったり何のためにやってるのと。TikTok の、利用規約を守れず、ふざけてるのはやめてほしいと。ごめん、迷惑かけるから、脱ぎといて、と。ありがとうございました。マリオから連絡させますので、手続きしてください、ってことで、まぁ、ちょっと、マサヤンが、まぁ、クビになった理由として、LINE の方を公開したと。お互い軽いな。まず、第一印象がそうだね。いかに友達じゃないかっていうのがわかるよね。クビとは言われてないけどな。むしろマサヤンが抜いといてっていう、まあ確かに首って話じゃないよね。なんかなんて言うんだろう、なんかもうどういう内容なんだろうね、これわからないな。軽すぎてね、なんか本当にソフトな会話だからさ、これが首なのかどうかわからないけれど、まあ首なんだろうね。だってもうゼロワンがありがとうございました、マリオから連絡させますので手続きしてくださいって書いてるから。
マサヤンが悪いでしょ。だからタバコ吸ったマサヤンも悪いよね。所属なだけだよね。そう。で、マサヤン、なんか、怒ってたの、なんか昨日ね、愚痴ってたのが、マリオくんから連絡が来なかった、みたいな。で、マリオくんが配信上で、鳩が飛んできたから、そこにはびっくりしたって言ってたね。そう。結構ね、マサヤンもちょっと怒ってたね。昨日枠見てたら怒ってるというか、まあ、結構毒吐いてたというか、不満が溜まってた感じだったね。ワンライブがやばい？いや、タバコ吸ったマサヤンがまず根本的に悪いとこあるでしょ。で、そのタバコを吸っていて対応が悪かったのはワンライブの部分かもしれない。そこは認めます。だから、まあまあ、ね、二人ともね、ワンライブが悪い。悪くないでしょ、ワンライブは。タバコ吸ってて、それでマサヤンから抜いといてって言ってるんだから。内容を見るとね。え、これ、ゼロワンから首宣告されてるってこと？これ。どうなの？人の枠やタバコを吸ったり何のためにやってるの？ TikTok の利用許可守れずふざけてるならやめてほしい。あ、これはもう、ふわっちをやめてほしいってことなんかな。だからそれを察したマサヤンが、ごめん、もう迷惑かけるから抜いといてと。これどっちの意味なんだ？利用規約とか、ね、そういうのをふざけないでやめてほしいってことなんかな。あ、TikTok ね、ごめん。TikTok だ、ごめん。TikTok の話ね。あ、首になったってことね。じゃあやっぱ首宣告なんだ。まあね、難しいですよ。正直言っていいですか？もうはっきり言うわ。俺、ワンライブの内部事情、携わってないです。だって、お荷物だから。だから、カヤクさんとマリオくんとかゼロワンたちがもうほとんど主導してて、俺は遠いとこから見守ってるだけです。はっきり言うけど。だから、何も知りません。業務とか。横に突っ立ってるだけ、ぼーっと。だから知らない。マジで。だから、マサヤン首にするねとか、誰々首にするね、ジャスミネちゃん首にするねとか、聞かされてないもん。俺、リスナーさんの言葉で聞いて、え？ってなるだけだから。だから、ワンライブの副社長って言われてるけど、副社長でも何でもないからね、俺。マジで、いるだけの、なんかもう、無能無価値、ね、役立たずですよ。もう、主に、カヤクさん、マリオくん、ゼロワンたちが主導してるよ。本当にもういるだけ。だから、あと一緒に住んでないしね。そう。ワンライブのイメージキャラクターです。パルパルって申します。で、俺本当知らないもん。副社長も肩書きだから、ね、マジ副社長でも何でもないし。だから、その、ワンライブが何々に、方針でやっていくねという、その話とかも、聞かされてない。シンプルに。なんかポケーっとしてて、で、もう舵取ってるんだよ。で、ポケーって船乗ってるだけ俺は。ああ、左に迂回するんだ。みたいな。そういうことですよ。だリスナーさんと目線同じです。都合いいなって言われても本当のことだから仕方なくな。嘘もクソもないよね。コンプライス的にどう？コンプライス的にどうって言われても、どうにもならないよね、俺。ポケットしてるんだから。給料泥棒みたいな。まあでも、給料引かれるからね。はい。
役員？役員なん、役員じゃないよ俺、別に。役員、役員っていうのはどうなんだ、役員じゃないんじゃない俺。従業員だよ。役員じゃないって。役員なのかな？ちょっとそこら辺もわかんないわ。あ、名刺あったら役員なのかな俺。表現取締役か。でも、なんか宣伝とか、そういうのを、あれば、するって感じだよね。うん。宣伝とかあればね。だから宣伝部長ですよ、宣伝部長。広告と、広告と。花火ありがとう、ウルトラドンチキナイス！存在する田崎は？いや、俺でもね、最近、どうなんだろう。ゼロワンさんがどう思ってるかだよね。俺のこと。マジで、お荷物とか、お荷物って思ってるかもしんないよ。一番、ワンライブに迷惑かけてるというか、ゼロワン個人に迷惑かけてる俺だからね。ね。もう昔ほどさ、そんな会ってもないし、がっつり絡んでないから、ゼロワンが、パルパルは何のためにいるんだみたいな、なってないかな、これ。どうするこれ。そろそろ首宣告されるんじゃないの俺みたいなデブはね。怖いよ、俺ワンライブにはずっと在籍しておきたいもん。立場的に言うと。ずっと痛いです。じゃあ、次のニュースいきます。はい。次が、金梅さんのね、病院が、出禁解除してくれたそうです。まあ、そもそも出禁が勘違いだったということらしいですね。はい。一応ね、よかった。金梅さんね。出禁というか、まあ、解除というか、勘違い。出禁じゃなかったっていうふうに言ってたから。それは、違ったと。ツイッターの方で報告してます。ゼロワン地投げもしてたらしいじゃん。それ知らないもん。俺マジでゼロワンのふわっちの時はマジ地投げしてないからね。で地投げしてっていう言われたこともないよ。俺はね。うん。全て認めてた。嘘をつくな。あのさ、養分とさっき電話したんだよ。で、養分が、パルちゃん地投げしてないよって言ってるよ。ってことは、地投げしてないんだよ。うさこちゃん裏で聞いたって言ってるからね。話聞いてた、お前。まず、俺を地投げしてたやつ謝れよ。わかった？ムカつくんだよ。ゼロワン自身の地投げに関しては知らないよ、それは。俺、ノータッチ。そうなのしか言いようがないよ。マジ知らないもん。まず謝ってほしいよね、俺の地投げに関しては。わかった。謝れよ。地投げ師？地面師みたいな感じだね。かっこいいね。ってことですね。ゼラワに電話なんて今、富士山登ってるじゃん。富士山登ってて電話したら かわいそうだろ、お前。今日ね、富士山登ってるんですよ。アホか、お前。タイミング考えろよ。休憩中でもうざいだろ、電話してたら。こっちは金借りてるんだよ。な。ちゃんと気使わないと。終わった後とかでいいんじゃない？忖度って電話したよね、俺。昨日。うさこちゃんにも連絡してるのはしてないから。はい。電話はマジしません。これマジ富士山登ってるから。
うざいだけだもん、富士山登ってる時にさ、頑張ってる。それは俺はもう配慮する。そこは申し訳ないけど、何言われても無理だね。忖度関係なしに。電話する芸だったらいいよ、別にやるならね。全然やるけれど、マジで富士山登ってて頑張ってる時に電話して、それで水差したらかわいそうじゃん。今 TikTok で投票で頑張ってるんだから。俺の電話でね、いろいろと話聞いたらおかしくなるだろう。そこはもう完全に配慮します。はい。悪いけれど。そこはもう俺曲げないよ。うん。泣いてるの？泣いてないだろう。ゼランが泣くわけないだろう、お前。なんで泣くんだよ。え、これもう頂上にいるの、これ。あれ？登らないと勝てない。ゼロワン地投げになってるわ。ね、ゼロワン頑張ってほしいよね。俺応援してるから。もうバレてるぞ、豚。俺はほんと地投げしてないからね、ちなみに。しつこいんだよ、ゴミ。いいですか？認めてんじゃん。ゼロワンの地投げの話でしょ？俺の地投げの話じゃないじゃん。しつこいな、ほんとに。なんでこんなゴミなんだろうね。話の文面を都合よくねじ曲げて、俺まで巻き込むなよ、お前。な。ええ。とりあえず頑張ってる人間に電話したりはしません。プルルルと。いいですか？そこは配慮します。水は差したくないんでね。パルちゃん地投げしてません。本当にしてないよ、地投げは。ペンちゃんありがとう。信じてくれて。嬉しい。ペンちゃんありがとうね。嬉しいわ。じゃあ皆さんナイスをしてってね、ナイスね。あ、お願いします。ナイスお願いします。で、あと予算の収益が公開されました。まあ、収益つってもツイキャスとかフワッチのお金を稼いでいた収益じゃなくて、なんとですね、すごいね、よっさん。よっさん、黒雪。6月25日に、ふわっち引退してから7月31日までのジャグラーに行ける日はすべて行きましたと。遊び打ちはせずに、真相の、癖を見抜いたり、夕方からの、稼働をして約1ヶ月で30万から4000円の収益を上げることができましたと。追加した収入はね、乏しく本当に助かりました。上昇理論、パチストラは必ず勝てるということで、なんと、まあ、ジャグラーですが30万4000円の収益を上げたそうです。天才かよ。ね、足腰悪くたってね、パチンコで稼げるんだわ。しかもダイナムでしょ？あのね、ダイナムのレートが10円なんだよ。10円スロット、2円パチンコ、0.5 パチンコ、1円パチンコ、5スロとかね、2スロとかあるんだよ。そんなダイナムで30万の収益上げるって、どんな思考してそんな稼げるの？すごいよね。
あ、10円じゃないとこもあるの？え、ダイナマは10円のイメージだけどね。そうなんだ。ええー、いや、20円？ちょっと待って。20円なのこれ。ダイナマで20円なの？ 10 円じゃないの？ダイナマは一律10円じゃないの？ 20 円なの？知らなかった、それは。もうダイナマは10円スロット屋さん専門店だって勝手に思ってたわ。前、奈良県に居候させてもらった時、よくダイナマ連れてってもらったの。その子は、10円スロット専門店だったからね。ということですよ。はい、じゃあ皆さん、お待たせしました。とある配信者が、また暴露か。なんと、あの配信者が、また暴露です。その人の名前はなんと、なんと、ナイスお願いします。いいですか、700ナイス押してってください。5000人いるんでね、もうパパッと押してもらって、パパッと炎上ニュースの本タイトル行きたいんでお願いします。いいですか、パパッとライスで。ほんと野じ馬しかいないよね。なんて言うんだろう、気持ちが悪いよね。俺さ、ほんとにいいリスナーさんしか集めたくないから、今ブロックプチプチ押してんだよね。段ボールからね、送ってもらってプチプチ押すやつあるじゃん。プチプチで今プチプチ押してる、排除してるんだけどね、やっぱゴミあふれ出るね。やっぱ健全なね、配信をやりたいからさ、なんとか削除してるんだけれど。ナイス押してくださった方、どうもありがとう、ありがとう。あと250人だね。いや、ふわっちモデレーターないんでよ。欲しいよね、モデレーター。そしたら毎日来てくれるリスナーさんに、ね、分け与えてやりたいよね。モデレーターさんつけたいよね。デクのデブ？でもやっぱゼロワンの影響力はすごいね。何も今日さ、ゼロワンの話とかさ、そういうのする前にも閲覧が4000人超えてたからね。どれだけ注目があるかって話だよ。来るか？もう早く押してよ、もう遅いなぁ。もうね、時間かかりすぎなんで、後で外せばいいんだから。こうバカしかいないの。後で外せばいいんだって。ね。ホントランチは押して、その後に外して、減ってる減ってるってやるんだよ。そういう上手いやり方があるのに、どうしてそんなこともできないの。別に好きでもねえけどよ、つって。後で外すかってできるんだから。コメント打つ前にね、手を動かす前にね、ボタンを動かせよ。固くなり押さないよね。5000人いて。あと5000人は何なの？やじ馬すぎるでしょ。で、なんか、この5000人って、きっと、人生がいたたまれない人生歩んでるんだなって思ってるよ。人に優しくできてないんだからね。人に優しくしろってね、言われなかった？で、意固地でね、なんか卑怯だし、もうね、見ててね、哀れむよ。逆に同情しちゃうね。
哀れんでます。恥ずかしいと思わないの？ええ、こんなぐじぐじやつに誰がボタン押すの？押されてんじゃん。これ増えてるじりじりとね。あと100人ね、100人押しててください。正当な考えの人たちだからだよ。タヌキ2000号いないのが怪しい？水増しと思えば水増しでいいんじゃない？水増ししてないけれど、まあそれはもう昔からやれてるからさ、もうどうでもいいわ。ね。もうだるいからさ、そういうのは。何回言われてんの？態度悪いな？だってナイス700いかない限り、もうこういう態度になっちゃうよね。笑顔にさせてよ、俺に。笑顔に。無理か、笑顔。マジ態度悪いわ。お前 NG ね。来なくていいから。ゴミはゴミ箱ね。お前のは態度悪いんだよ。人の枠来てさ、イチャモンつけてんじゃねえよ、こっちに。そうだろ。あ、あと63人来るかい。あ、いいよ。あと66人ね。ごめん、リスナーさん、悪かった。俺、間違ってた対応が。もうちょっと優しい言葉かければよかったね。態度悪かった、ごめんなさい。今気づいたよ。俺はリスナーさんあってこその俺だと思ってるんだよね。リスナーさんがいない状態で配信者やれないし、そこはもう分かってる。だから本当にお願い、本当にお願いします。僕ナイスの賞金、本当に生活の部分でも重要な要となっているんです。なのでどうかこんな豚野郎に仕方なしにナイスを押してってやってください。お願いします、お願いします。態度改めます、ごめんなさい、お願いします。いいですか、お願いします。ナイスを押してってください、ごめんなさい。あ、来た。オッケーオッケー。じゃあ行きますか。配信者がまた暴露。その人の名前はなんと、なんと、うさこちゃんです。嘘だろ、おい。うさこちゃんがまた朝方の方で1時間ほど放送して、まあ、暴露というか話をまとめて話していたということらしいです。じゃあ相当おかんむりで切れているということでね、枠の内容としてはふわち特派員さんのやつからなんですけど、でゼロワンの LINE の方でもなんか公開して、暴露してました。でさらにその横に、まあ、パソコン使ってるのかな、メモ書きを横に置いておいて、横に置いてね、これね、どういう経緯でどういう流れかっていうメモ書きを置いていたということです。はい。でさらにね、一番怖いのが夜ね、マリオくんを暴露するそうです。嘘だろーい。うちのね、マネージャー、いやもうマネージャーというかほぼ副社長のマリオくんの暴露があるそうです。はい。で何の暴露なのかは分かりません。匂わせているだけなんで。で一応うさこちゃんの中では暴露するリストがあって、マリオくん、機長さん、天然ストレート、俺、
山田部長、あと誰だろう、5人だけかな、今5人ぐらいが把握しているという状態です。でその5人のうち1人ね、それがマリオくんみたいな感じですね。山田は入ってないらしいよ。山田が入っていない？まあ、そこら辺わからないけれどね。なのでちょっと今からうさこちゃんに連絡して、マリオくんの暴露やめてあげてと、懇願したいと思います。はい。ワンライブとしてね。出てくれるから電話。あ、病院なの今。あ、でも、はい、あ、うさかちゃんごめん、病院中だった今。お疲れ様です。あ、病院大丈夫です。あ、そうな、え、大丈夫なの今電話できる感じなの。はい。配信中ですか？あ、そうなんだよ。今配信中で。お姉ちゃん、パルパルさんと電話中。で、はい、あ、いや、はい、はい、忙しいなら全然切るし、裏でも。大丈夫ですよ。じゃあ一言だけ。はい。マリオくんの暴露やめてあげてください。暴露じゃないですよ。え、暴露じゃないの？暴露じゃない。あ、そうなの。マリチの優しさを。あ、マリオくんの優しさ。そうです、そうです。え、何なんだろう。あ、じゃあマイナスじゃないってこと？いや、それはちょっと、で、なんか聞いたんだけど、はい、天然さん、機長さん、俺、マリオくん、部長山田入ってるかわからないけど、部長山田のなんか弱みを握ってるって聞いたけど、これ本当ですか？いや、違いますね。違う？勝手に話が、なんだろう、噂が噂を呼ぶみたいな形で広まってってるんですけど、別に誰かの暴露をするぞとか、そういうんじゃなくて、セイズトさんの枠で、セイズトさんに聞かれたことを、一応答えたは答えたんですけど、暴露とかそういう形は一言も言ってないので、で私もさすがに、他の人に迷惑をかけることはないので、さすがに。そうなの？そうですね。そこまで配信能に振り切れないので。まあ俺はうさこちゃんが優しい女の子だって知ってるから。だから、だからマリオくんの暴露とかね、してあげないでください。暴露はしないと思うんだけれど。ない、そんなないです、ないです。でもそうなの。パルパルさんも、さっき養分さん言ってましたけど、なんだっけ、なんて言ってたの？あ、地投げのやつ見てた時なんて言っちゃった？なんだ、あ、そう、あ、地投げか、地投げ、会話なんかしてましたよね。あ、してた。あんまり聞こえてないんですけど。俺地投げしてないよ本当に。はい、パルパルさんはしてないですね、地投げは。ほら、地投げは、それだけゼロワンで裏で聞いてたってこと？そうですね。そうなの？パルパルさんの話はよく、ほぼほぼ。あ、知ってるんだ。で、いろいろと。お金の流れ全部知ってますね、聞いてますね。あ、そうなんだ。借金の、じゃあ金額も知ってるんだ。そうですね。だから、とんでもない借金してるからね。いや、でも、どこまで表でパルパルさんが言ってる言ってないかわかんないですけど。言わないですよ。俺はうさこちゃんマジ応援隊長大輝。うさこ、うさこ、うさ、うさ、うさこ、頑張れうさこ、はい、頑張れうさこ、はい。応援してるんで。ごますりじゃない。あ、切られた、これ。もしもし、あれ切られちゃったこれ。はい。あ、ああ、よかった。電波悪くて何も聞こえなくて。あ、すみません、なんか。ええー。
なんかよくわかんないです、すいません。でも今日は一応夜はマリオくんのお話があるっちゃあるってことでいいんですか？そうですね、ありますね。あ、了解です、了解です。いや、わかりました。じゃあ、うさこちゃん、まあいろいろ大変だと思うけど、はい、結局2人はその裏で連絡取って仲直りしたってわけじゃなさそうだね、今の流れ的に言うと。そうですね、連絡来てますけど。あ、そうな、連絡は出てあげてる？アクセスすることで詳細を確認できます。そんなね、ずっと無視されてたのに、都合よく自分が都合悪くなったら連絡取りたいとか。あ、まあね、確かにそこは理不尽さがあるからね、わからんでもないです。はい、はい、でも俺、でも私の応援隊なんですよね、応援隊、まあそのうさこが応援隊なんですよ、ね、頑張れ頑張れ、まあ、うさこ、頑張れ頑張れ、ほんと声を大占領で頑張れ頑張れ、うさこ、そうですよね。じゃあ、ずっと声を大にして応援隊でいっぱい、信じてます私。あ、頑張れ頑張れ、うさこ、頑張れ頑張れ、うさこ。失礼します、ありがとうございました、すいません。ってことですね、裏切ってないからね。ただ暴露が怖いよね、俺の借金までやっぱ知ってるっぽいから。怖い、震えるよね、うさこちゃん怒らせたら言われちゃうよ。手が震えてます。うん、だから知ってるんだよ俺の何もかもね、徹底的に潰されるんだよきっと。どうすんの俺。だから見守るしかないよね、二人のカップルは。俺はそれを、これを乗り越えたら結婚あると思うんだよね。うん、結婚してほしいなと思うよ。乗り越えてほしい。でマリオくんの、まあ暴露じゃないけれど、マリオくんに優しい話をするらしい。マイナスかどうかは分からないらしいから、まあ、暴露に似たものを言うのかな、分からんけど。人に迷惑かけるようなことはしないって言ってるからね。うん。でうさこちゃんは今マジモード、神モードになってるから怖いよね、ちょっとどうなるか。一日一人一人ね、消していく可能性があるよね。マリオくんにとっていいことから、まあそういうことですよ。今夜がマリオ、あーベビーやーって言うのかな、ちょっと悪ふざけしてるけど、もうどうすんのこれ。うん、まあそういうことですね、はい、あとはもう夜になるまで待つしかありません。はい、ということで今日のふわっち大炎上ニュースでした。ありがとうございます。水上花火ありがとうてんちゃん、ナイス。事務所引っ越したね、ありがとうてんちゃん。ウルトラドンチキ花火ありがとう。いや、山登ることはそもそも元から決まってたからね、別に好感度上げるために登ってるわけじゃないよ、本当にお前はゼロワンに頭上がらなくなったな。そうかな、上がらなくなった俺、昔と変わんなくない？こういう対応をしてたよね昔も。いや、マリオくんも今最新的にしんどいから電話は しないよ。うん。で、暴露された時にマリオくん電話するよ。ね。だからうさこちゃんの、ね、ハッピーサプライズは、それを潰す
のも良くないんでね、聞いてから聞きます。はい、ということで今日のふわっち大炎上ニュースでした。じゃあまとめます。ふわっち大炎上ニュースまとめ。ちょっと待ってね。ツイキャスに対して激怒を繰り出しげたか、ニコ生特有のコメントが流れる機能をツイキャスも、使用したことによって特許侵害だというふうにね、匂わせツイートをしています。マサヤン、クビになったことを、悲しい気持ちで語る。ゼロワンとの、詳細に、クビになった LINE を公開してました。金梅さん、出禁解除。まあ、勘違いだったそうですね。ヨッサンの収益が公開されました。30万円。パチンコでダイナムでね、1ヶ月間30万円プラスにしたそうです。そして今回の本タイトルがとある配信者がまた暴露か、名前はうさこちゃん。ゼロワンとの LINE のやりとりと、マリオくんの今日の夜の方で、暴露する。まあ暴露というか、マリオくんのことに関しての、まあ、出ていない内容の話を公開すると告知。はい。ってことで、まあ今日のふわっち大炎上ニュースでした。ありがとう。ありがとうございました。今日も長々と付き合っていただき、お疲れ様です。まあ、定期的に炎上してもいいんじゃないかな。だってさ、人って過ち犯すもんじゃん。間違うこともあるよ。ね。そんなもう、聖母マリアなんていないんだから。そうでしょ？ね。ゼロなんて別にこれ一回じゃないんだから。正当ばっかりすんな、カス？世の中ね、そんなお前うまく通らないからね、人は何かしら間違うわけだからね。そうでしょ？ね、仲良くやるのが一番だよ。俺はそう思うけどね。ダメなのかな、仲良くやることは。今日は先生のに行く、これ枯れてんじゃん。マリオとマサヤンとは微妙な関係だが電話できません。いや、そんなことない。マサヤンもマリオくん電話できるよ。ただマサヤンのはもう終わった話でしょ。でもマリオくんのは夜の暴露するまでは電話できないよね。俺マリオくんは俺が本当に話すとマリオくんとゼロワンにはちゃんと秘密話せるよ、やっぱり長いからさ付き合って。ゼロワンとマリオくんなら全然自分の秘密話せる。だから別にマリオくんとは仲悪くないよ。政治も話せるね。養分ももちろん。全然話すとき話すよ。ほんとマジで。あとなんかあった？なんか話すこと。なんかこれ抜けてるぞってあれば補足で。
あと夢、そうだ、イキリストが合ってたわ。なんか夢吉が、借金返済したんだって。借金返済だから、もう夢吉の件は終わったと連絡来てたわ。今は気づいたわ。夢吉ね、そう、解決したんだって。お金を払ったそうだよ。だからもう終わったと。イキリストに電話しろ。俺ねちょっとイキリストに電話するんだけど、ほ、なんか山田が来てる。山田、もうやった、うん、ありがとう。遅い、山田、遅いよ、もう出したから。それもうやってるからね。山田から、あの収益の画像来たわ。あ、翔平か。あ、もしもし？マージャン弱いパルパル、おはよう。いや、あのさ、マージャン今日あるって言ってたじゃん。うん。俺、佐藤さんコロナなんだよね。うん。で、俺一応体調は、まあ、悪くないんだけれど、うん、いいのかなっていう。いいよって言ってたで、花屋は。そうなの？大丈夫なのこれ？うん。何負けんの怖い？いや全然行きたいんだけど枠やるでしょ、うん、だからもう前もって言っとかないといけないなと思って。やっぱり枠やらんでもいいけど。あ、そうなの？言ってよ。じゃあ言わなかったのに。それだったらいつもやるに来るじゃん。いや、なんでもどっちでもいい。じゃあとりあえず麻雀は、うん、あの後で裏でね、行くか行かないか話し合いましょう。まあ行かない方がいいっていう話で。じゃあ何が？俺がコロナなんか今風邪みたいなもんやねんが、ほんなら隣におったもん。うん、いいよ。では違う、行きですと。うん、行かないでいいんじゃないっていう手にしたんやろ。だからそういう言い方ないよね。あ、でもそのほんま佐藤さちゃんが体調悪いんやったら、うん、無理に誘わない。いや、佐藤さちゃんは昨日ちょっと熱が下がったのかな。元気そうだったよ。ゼリー食ってたからいっぱい。で、俺らは別にどっちでもいい。話戻して、何の話だっけ。そうそう、麻雀クソ弱いってやつじゃん。あ、麻雀クソ弱いって話だけど、また違う話でしょ。チーズ何切ったらいいかわからんくなって、うん、あ、てかさ、みんな聞きたいんだけど、なんだっけ、あの456のあれなんだっけ、4567みたいな。何、俺あったじゃん麻雀で、なんだっけな、4567の合わせるやつ。泣いてもいける仕事じゃなくて麻雀の役であるじゃん。456、何だ4567って。あの4連行ね。これ4連行さ、イキリストとちょっと話した時に、泣いても4連行って役満だよね。俺ね、ちょっとそういう時ちょっと疑問に思ってたんだけど、4連行で泣いても役満だよね、これ。サンマは、うん、どこによるやろ。泣いてでも役満だよ。俺だってあの正式に見たもん、あのなんか M リーグで泣いて役満だったもん。 M リーグ、そうだよ、泣いてで役満だから。あれ役満なんだよ、3倍マンってなってたけど。もう泣いて役満扱いや。ん？スーワンコも泣いて役満扱い。それは違うよ、トイトイになるじゃん。店によってちゃうような、面前じゃないとあかんとか。いや、基本役満だよ、泣いてても。まあ、役満上がっても自分弱いねんか、一緒やん。まあね。煽っといたろが今日。4連行っていうのは3、4、5、6、7ってと、3つのね、灰が揃ってて、順が揃ってたら、まあ、だから、イーペイコーより上のやつね。
ほんで、マージャンの電話なんこれ。いや、しゅう、だから何の電話、あ、そうだ。夢吉の話なんだけど、解決したの？あ、したした。え、これは何、何夢吉さんがお金をもう払ったってこと、花屋と生きる人。隠し持ってたよ。隠し財産ってこと？払えたのに。だポルさんへ5万8000円を何ヶ月も返さずに、うん、青っていう配信者に、うん、まあ、先月で15万ぐらい投げてたんかな。うん。青っていう配信者に。はいはいはい。で、青っていう配信者は、その、うん、ポルさんにお金返せないのも知ってて受け取ってたと。うん。で、まあ、その、2人の中で、別にもう返さんでええわ、っていうのはあったやろうな、多分会話的に。うんうんうん。で、その中で、まあ、ずっと詰めとってんけど、うん、お金な、お金な、みたいな感じやったから、うん、もう、俺と花屋で貸すわ、っていうふうに持っていったよね。うん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 。ほんなら、なんかそこで借りるんが嫌やったんかな、お金出てきてやつから。うん。あ、それで、返済して、はい、そう、昨日返済済み。じゃあ実はお金あったわけだ。そうそう。その、リスクの方がでかいから、そこを避けるために。賢いじゃん。で、その、うん、3万円返済したんよ、弓吉は。あ、3万円じゃ足りないじゃん。で、残りの3万円は男気として、うん、もうその青っていう配信者が出した。あ、そうなんだ。まあ、悪い部分もあったと知ってて、うん、アイテムもらってたからっていうので。あ、で、それはちゃんと振り込まれたんだね、ゆみきちゃん。あ、昨日もう振り込まれてる。喜んでたよ、めちゃくちゃ。あ、ポルさんが。うん、あのポルさんに関連つくリスナーさんが。ああ、よかった。うん。だから、羽屋とイキリストのやつは、まあ、行き先が行き過ぎた部分もあるけど、俺は好きだよ。あの二人のコンビ。続けてほしいね。で、債権回収業者になってんの、最近俺。そうなの？もうだから、配信者にお金貸した系、うん、これ2連続できてんね。もうそれを一本でやっていくってこと？その配信者になろうかなって。債権。やばいじゃん。じゃあ俺再建される可能性あるよね。な、もしあのパル、うん、お金誰かに借りてんの？え、いや、だから花屋からね、俺2万円あるからね。は、2万借りてるかね、花屋から。借りてる？うん。どういうこと？何で借りた2万円？花屋に。いや、2万借りてるんだよ。それ花屋に聞いて。それマージャンで負けただけやん。かけてないし、それいい加減にしろよ、本当に。いやいやいや、やってないから。2万円借りるって何だ、その2万円。いや、だからちょっとお金がなかったから借りたんだよ。ああ、前回、うん、え、負けて何？だからもういい加減じゃん。だからマージャンに関連付加させようとしてるんだよね。こう言うんだよ、こう、かけマージャンって。もういい加減しろ、ほんと捕まるで、これ。俺ほんとやってないんだって、かけてないし。マジ周りがひどいわ。捕まえてほしい、むしろ警察は。ねえ。捕まえてほしい。捕まえて、コテンパンにやってほしいね。はい。っていうことですね。てかさ、どうなんだろう、俺言っていいのかな、佐藤社長のコロナの部分で。体調は別に悪くないんだよね。うん。ダウトなの？あのやね、電話しませんね。まあそれはとりあえず、まあ置いといて。うん。
ああ、嘘。え、思ってた時麻雀できるの？パルパル、もうありがとう。ああ、ポルさんだ。いや、ポルさんありがとうございます。こちらこそ。え、ちょっと待ってよ、ファンタスティックじゃん。思ってた時、お前徹夜でずっと仕事頑張ってきてて、で、それでパチンコ打つのが生きがいじゃん。それなのに俺に投げてバカなの。君が君が君が、今日のアラブ石油大圧、今夜は君がタップワン。君がいなきゃやってけない。ウルタルタンチキナイス。田崎ナイス、ありがとう。田崎はね、あのゼロワンの方で TikTok でめっちゃ投げてるんだって。だからレベルがね、高いんだよ。そう、実は表田崎ゼロワンに投げてるんだよね。だから爆投げ師なんで、ゼロワンのレベル26時じゃなかった？26はね、100万ぐらいしかなれないよ。ナイキはマジお前は隠れキャラ、うん、なんかあの出るよね、お前なんか炎上してる時にお前現れるよね。なんかいるんだけど、田崎ナイキ、なんか炎上してる時にポッと出るよね、お前見かけるわ、よく人が多い時に目立つわ、お前や。で、ポルさんありがとう。花火ウルトラドンチキナイス。ポルさん、よかった。ね。いろいろ大変だったと思うけれど、大丈夫？うん。いや、こちらこそ、感謝、感謝、感謝、感激。だから、まあ、とりあえず、ポルさんね、まあ、いろいろ大変だと思うけれど、応援してるからね。またなんか困ったことがあったら、俺には相談じゃでき、ね、頼りがないから、イキリストとかアナヤに相談してね、やってください。うん。ってことですね。パラパラのレベル教えて。俺はね、レベル26ぐらいじゃない、うん、バレなければ何でもいいやろ。レート低いより平気だよ。ケンジがやってても起訴すらされないんだからね。シリザーさんの件の部分も言ってた、そういえば。あ、そうなんだ。シリザーさんのやつは知らないわ。まあそういうことです。はい。まあそういうことで、今日のふわっち大炎上ニュースでした。ありがとうございます。ありがとう。はい、で、皆さんね。